朝踏み出す一歩が辛いあなたへ、簡単にできる虚骨ほぐしをお伝えします。はい、皆さんこんにちは。整体院カイト院長の岡田です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日は朝踏み出す一歩が辛いあなたへ、簡単にできる虚骨ほぐしをお伝えできたらなと思います。まずですね、この虚骨というのは何かというと、足首の骨になってきます。足首のですね、この骨が硬いことによって、この柔軟性、足首の柔軟性というのがやはりなくなってしまいますので、朝起きた時にですね、まずどこが最初に地面につくのかっていうのをやはり考えていただきたいんですね。体全体がもちろん朝硬くなってるっていうのはもちろんあるんですが、やはり足を一歩ついた時に腰が痛いっていうのが多いと思います。その時にですね、やはり足首の柔軟性がないと、やはり腰の方に負担がかかってくる可能性がありますので、今日はですね、そんな簡単にできるような足首の簡単な柔軟性を高めるようなほぐし方をお伝えできたらなと思います。はい、ではですね、虚骨のほぐし方についてお伝えできたらなと思います。まず場所の確認をさせていただきます。私はですね、少し見やすいようにやっていくんですが、まず足、右足の場合ですね、右足の場合すねの方をたどっていっていただいて、ここのくるぶしのところですね、足首をぐーっとこう持ち上げてくると、ここにですね、くるぶしのちょっと下ら辺にくぼみができると思います。その奥に虚骨がありますので、右足の場合であれば、この右手でここにコンタクトします。このような形ですね。で、左手でですね、もう一つこのかかとの骨、その上にアキレス腱があると思います。で、ここに対してグッとこのアキレス腱の奥の方ですね、このような形でコンタクトします。くるぶしの下に指を添える形ですね。ちょっとこの骨の硬いところに当たるって形になります。で、この状態でですね、まず足首の動きをチェックしていきましょう。ご自身の足の、足首の動きですね、チェックしていただいて、で、そこに対してしっかりコンタクトをして、まずですね、こうちょっとやりやすいように見ていくんです。こっちの方ね、こういう形でこう揺らしていきます。で、やり方としてはですね、左の方を持ち上げて、右の方を下げて、右の方を上げて、左手の方を下げると、カウンターの要領ですね。このような形でぐーっと10秒間やっていきます。じゃあこれでちょっと10秒間やっていきましょう。それではいきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、はい、今度ですね、この足首をキュッとこう持ち上げるようにします。持ち上げた状態で同じように10秒間揺らしていきます。先ほどのコンタクトの場所をしっかりコンタクトしていただいてやっていきますね。これで10秒間です。少しですね、足首がグッとこう入ることによって足首がロックされるような形になりますので、大きくやるようなイメージでやっていきましょう。それではやっていきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。はい、私はちょっとですね、皆さん見やすいようにこう足を上げてるんですが、やりやすいようで大丈夫ですので、ご自身のやりやすいようにやってみましょう。で、足首、最後ですね、この足首をですね、このこっちに今度倒していきます。この状態でまた先ほどの場所にこうアタックしていただいてやっていきます。また10秒間ですね、これで揺らしていきましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 はい、 OK です。これでですね、足首の動きをまた確認してもらうと、先ほどよりおそらく動かしやすくはなっていると思います。で、こういうふうに動かしやすくなることによって、足をグッと踏み込んだ時にしっかり柔軟性があって、クッションの役割をしてくれますので、そうすると腰への負担っていうのが減ってきます。なので、しっかり朝起きた時にですね、ご自身のやりやすいようにやっていただけたらなと思います。こんな感じで多分やった方がやりやすいと思いますので、朝起きた時にちょっとやっていただけたらなと思います。いかがだったでしょうか。今日はですね、
朝起きた時にできるような足首の柔軟性を高めるようなほぐし方をお伝えさせていただきました。ぜひですね、朝起きた時にまず足首を動かすっていうところを大事にしていただけると、朝起きた時の一歩踏み出した時、っていうのがなくなってきやすくなりますので、ぜひ朝起きた時にやっていただけたらなと思います。今日の動画はですね、これで以上になりますので、今日動画が良かったよっていう方はいいねボタン、そして下のチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。これからもですね、あなたにとって少しでも有意義な情報を提供させていただきますので、これからもよろしくお願いいたします。それでは動画をご覧いただきましてありがとうございました。